ブルエ、駅は、ベルギーフランデレンチーウエストイコールフランデレン州、ブルハヘにある、ベルギー国鉄 50A 号線、51号線、66号線の鉄道駅である。当駅は、ブルージュの本駅で各線の要所でもある。1863年から1959年まで58号線が、オーストフランデレン州エーリコーまで結んでいた。5面10線の地上駅。 初代駅舎二代目駅舎1838年8月12日にヘント・ブルフヘッセンの開通によって駅も開業した。ベルギー初代国王であるレオポルド一世と王妃ルイーズ・マリー・ドルレアン出席の元式典が行われた。駅舎は最初仮設のものが使われていたが1844年に建設の準備が整った。ブルッセル南駅を設計したベルギー政府の設計者。 アウグストペーンによってクラシックなスタイルの駅舎であった。しかし、新路線の開業や列車本数の増加などによって10、数年後にはもはや小さな駅舎では需要に応えられなくなり、1879年に駅舎は壊されてしまった。今日でも記念碑が残っている。ブルエーエシでは1886年に拡張した大きな駅舎に建て替えた。2代目の駅舎は、 アントウェルペンの建築家ジョセフによってその時別の様式が流行っていたがネオゴシック様式によって建築された線路上をガラスと鉄によって作られた屋根に覆われている鉄道によってブルフヘの西側ボルリー通りとブラックスミス通りは孤立していた中心部には踏切があるが長い時間閉まったりしてうるさかったそのため1899年に 新しい線路と新駅が計画された。工事は1910年に開始されたが、第一次世界大戦となり中断される。1935年に再び開始され、1936年新しい軌道を最初の列車が走行した。3年後、新駅舎も完成する。これは、ヨスファン・クレキングとモーリスファン・クレキングが設計したもので、コンペで優勝している。 1939年4月に正式に開業資産、世代目のこの駅舎が、ゲンブルフ兵器舎である。現在は、エスカレーターやエレベーターの設置など、設備面での改良工事が進められている。ベルギー国鉄 50A 号線、オーストカンプ駅ブルフ兵器ファルエナール駅51号線、ブルフ兵器ブルフヘシントピーテルズ駅66号線、ブルフ兵器シントミッシルズ駅テンプレート、 51号線テンプレート、66号線、ありがとうございます。